YouTube ランキングチャンネル。本日のテーマは世界一高い時計ランキング。世界にはどんな高い時計が存在するのでしょうか。それでは早速ランキングトップ5を発表したいと思います。第5位はウブロビッグバンで推定5から7億円。すべてダイヤモンドでの作りとなっており、3カラット以上のダイヤモンドが1280個も使われている時計。ニューヨークシティのキャリア40年の宝石加工技師によって、すべてのダイヤは削られるという幻の一点物です。噂によると歌姫であるビヨンセが夫のジェイジーへの誕生日プレゼントとして購入したとの話もあります。第4位パテックフィリップキャリバー89、推定6億から8億円。世界三大時計メーカーのパティックフィリップが1989年に150周年を記念して世界で最も複雑な時計を象徴して作られた作品。星座表からサーモメーター、日の出日の入り時刻インジケーター、船の揺れや温度変化に影響されないクロノメーター、月の満ち欠けのインジケーター、年月日入りの永久カレンダーなどあらゆる機能が搭載されています。完成までに9年の歳月の研究を積み重ねた珠玉の世界最先端時計。第3位パテックフィリップスーパーコンプリケーションポケットウォッチ、推定11億から13億円。こちらも同じく世界最高峰のパテックフィリップ社の時計。1925年に作られ、完成までに8年の歳月を要したポケットウォッチ。永久カレンダー、月の満ち欠け、日の出日の入りインジケーターを含む24の機能が搭載されています。第2位ショパール201カラット、推定25億から28億円。874の希少なダイヤモンドが使われており、最大で15カラットのハート型ピンクダイヤモンドなど、総量201カラットのダイヤモンドは市場に出回る腕時計では世界最高額となります。フロントについている3つの15カラットのハートダイヤモンドが花びらの動きをして時計のフェースを花のように開閉します。第1位ブレゲマリーアントワネット、推定30億から35億円。フランスの女王マリー・アントワネットが時計の歴史を200年早めたと言われるアブラーム・ルイ・ブレゲに作らせたもの。もっともマリー・アントワネットはこの時計の完成を見ずして処刑されてしまいました。アブラーム・ルイ・ブレゲによって1782年に作成を開始したこの時計は、彼の息子によって1827年、実に45年の歳月をかけて完成しました。この時計は1900年代に盗まれてしまいましたが、2007年に取り戻されて戻ってきました。現在は LA メイヤーミュージアムにて厳重な警備の下で展示されています。以上世界トップ5の時計特集でした。ご参考になれば幸いです。